皆さんこんにちは。ヤース講座へようこそ。本日から早速、核発達段階への最短手順を教えます。本当に段位を上げることだけを目標にしているので、段位ではない楽しさを追求している方や講談に達された方にはちょっと合わないかもしれません。もちろん段位を上げることだけを目標といっても、切断やチート、協力プレイのような倫理を破る行動は一切お勧めしません。この動画では、いわゆる対処を知らない人には、それだけで食えるという強い行動を教えていきます。それを低段のうちに使いまくることによって、段位を上げながら、自分自身がその強い行動への対処法を知っているという状態を目指すものと理解いただけたらと思います。まず内容に入る前に、簡単に前回の動画の振り返りを行います。一つ目、コミュニティア、トレモではなく、一人で気軽にランクまで強くなろう、そのためのガイドをします。二つ目、初心者のライバルは、初心者、サブアカやサブキャラは無視。三つ目、修羅になれたら中級者です。修羅を目指そう、でした。今回の動画では、その第一歩となる武者を目指します。また、最短で中級者になるためのキャラ選びについても触れてみたいと思います。どちらかというとそれがメインです。では行ってみましょう。1、武者になる要素の説明。ジャブ両投げ。いきなりうさんくさい技の説明ですが、鉄拳における投げ技は強い。特に WP を押して出る両手投げはダメージが下手なコンボより減り、技によっては追い打ちや置き攻めが可能。フロアブレイクができるステージでは、床が割れて、さらにコンボにつなげることができます。発生も12フレームと非常に早い。ザックバランに言いますが、武者になるまで、いや通る限り、鉄拳では投げて投げて、投げまくるライフを送りましょう。いきなり投げに行くと相手に暴れられて、なかなか通らないので、まずは、最速の発生技、ジャブを当てて投げる、いわゆる古の時代には、投げはめと言われた行動が、鉄拳においても強いです。ジャブはガードさせても1フレ有利ですから、投げの発生まで割り込み猶予は1フレしかなく、同じジャブやワンツーなどでしか割り込めません。そして単発のジャブを見て、すぐジャブやワンツーで割り込まれることなど難しいし、相手にとってはリスクもあるので、実際にはこのジャブ投げが割られることは非常に稀です。ということは、ジャブ投げの脅威はしゃがまれることぐらいになります。一応9フレで、ジャンステが発生することが多いライトゥーなどにも割られますが、ジャブで触ったら、もうライトゥーで割れるなどは相当高度な読み合いですし、初心者同士ならそんな知識も相手が持ってないでしょう。しゃがまれても投げをしゃがんで反撃するというのは、やってみればわかりますが、思いのほか難しいのです。私のメインステージの神壇でも、やるとバレてなければ、未だに、それが通じますし、ましてやリベンジしてくれる人の方が稀なランクまでは、この戦術は、主力中の主力です。見た目に、あれなので、ネット上でこれを押す人はほぼ皆無ですが、私はこの動画では、聖域なき攻略を、初心者のために余すことなく、進める覚悟がありますので、今もう一度強調します。ランク魔の海は、ジャブ投げで漕ぎましょう。投げて投げて、投げまくるのです。その覚悟があれば武者は1時間で到達できるでしょう。ちなみに先日、私は段位を更新して竜神になりましたが、その時の決め手も、ジャブ投げでした。ひょっとして横断でも通じるかもしれません。さて、とは言っても、ジャブ投げしか狙わないとバレると、相手が一生しゃがんでると一切ダメージが奪えないので、一応の、対の卓を持っておきましょう。2、左アッパーを知る。ここで紹介するのは、左アッパーとジャブ派生。もう一つ、パワークラッシュも紹介しておきます。左アッパーとは、鉄拳でほぼ全てのキャラクターに共通する、レバーさん入れと LP で出る、技のことです。小さく殴るパンチですが、これが、多くの場合、発生13フレームで出ますので、キャラによっては、最速の中段技であることが多い。これより早い中段技は、鉄拳では構えなどを除き12フレームで出る中段技ですが、全キャラが持っているわけではないので、もし保持している場合、12中段といって重宝します。多くのキャラの場合の最速中段、左アッパーは、発生が早いだけでなく、
技全体のモーションも軽く、回転率が良い。また、ガードさせたフレームも振りが非常に軽いので連発が可能です。つまり、左アッパーはそのキャラの強さを決定づけることも、ある共通の主力技なのです。ちなみに、左というだけあって右もあります。3と RP で出る技を、右アッパーといって、左アッパーより、発声や、モーションも重く、キャラによっては、各班までもらいますが、相手を浮かす、コンボ指導技であることも多い。右に比べて、動作の小さい左アッパーのことを、ショートアッパーということもあります。さらに略して、ショーアパということも。もし段位が進んで、相手キャラの勉強をしないといけなくなった時、技が多くて把握するのが辛いと思ったら、まずこの左アッパーの派生と、右アッパーの派生から調べてみましょう。3L、PL、PRP を一つの技として覚えるのはしんどいですが、左アッパーの派生が3段まであるということだったら比較的覚えやすいです。このように出し抜けに技を一つ一つコレクションするのではなく、共通理解を把握した後、例外を覚えるという形であれば、無味乾燥な単純暗記よりも理解と記憶の定着の負担が減ります。こういうのを体系化と言います。海外の人と話す機会のない私たち日本人が、英語を勉強するとき、学校では文をただ覚えろというのではなく体系化して、覚えるために文法を習いましたよね。文法はテストで採点されるから嫌なイメージがありますが、本来は記憶を助けるものなのです。少し話がそれました。ジャブ投げと同じタイミングで、左アッパーについて説明する意味がわかりますか？すなわちジャブ投げを警戒してしゃがむ人がいたら、一生左アッパーで殴ればいいのです。左アッパーは当ててかなり有利なフレームを得られるので、もし左アッパーを被弾してしまったら、まず次の左アッパーにボタンで割り込むことはできません。なんならガード時に割り込むのにもフレームの知識が必要で、本当の初心者なら左アッパー連打でも沈んでしまうでしょう。私も鉄拳を始めてすぐ人と対戦した時、レオを使っていた女性に一生ショートアッパーとその派生を出し続けられて死にました。脱出の答えはしゃがみ LP を打つかジャブ暴れだったのですが、その答えは当時の私にはありませんでした。3、近づく相手を追い払え。さて、ジャブ投げと左アッパーで接近時、厳しい二択が迫れるようになったら相手は近づかれる前にボタンを振り回してきたり、こっちに無理攻めしたりしてくることでしょう。そこでこっちの防御手段が必要となります。その時に使えるのがしゃがみ、ステータスを持つリーチの長い下段技とジャブ派生です。相手を遠くから狙撃する方法には置きとスカ角合わせの3つがありますが、今回はそういった説明はしません。相手に近距離で近づくのが大変になったと思ったら、とにかくリーチの長い下段技を使ってみましょう。それをガードされるようになったら、何でもいいから LK ボタンを押してみましょう。大体の場合、リーチの長い中段技が出て相手のガードを崩せます。これで遠距離戦も大体完成です。遠距離も近距離も揃ったら、きっと相手は攻めてくるでしょう。籠城してるのに兵糧が尽きた将軍が攻めてくるようなものです。この時の防御手段が平成の鉄拳の攻略本ではかなり最初のページに山捨てなどと書かれているのですが、これは明らかにプレイヤーにとって参入障壁になってたと思います。鉄拳には横断になっても山捨てを使わないプレイヤーがいます。初心者の私たちは山捨てなど中級者になるまでは全く無視していきましょう。近距離も中距離も奪われて無理攻めしてくる相手に、長い下段や LK をかいくぐって近寄られてしまった時の答えは、ダウンを奪えるジャブ派生技です。これは初段か2発目が当たると、カウンターヒットで連続技になるものが良い。代表的なものは、リーのレボリューションツバイや、リロイの LPLPWPLP などです。初段がカウンターヒットすると、コンボみたいなダメージを叩き出しダウンを奪います。私の使用キャラクター、リリではカウンターで連続ヒットする技を持たない代わりに、RPRK を使います。これもダウンを奪える。初心者で、セオリーが分かってない相手ならもたもた攻める間に、発生の早いジャブ派生技を食らうことでしょう。
おそらくまだ皆さん相手の技のモーションに慣れてないと思うので、画面を見ずに出してしまってもいい。なんとなく出して、相手の技と技の間に割り込みましょう。この行動を、暴れと言って、鉄拳では、とても大切な行動になります。ラースのように、ジャブ派生の代わりに、RPLP、つまり、ワンツーの逆の順にパンチを押すことで、いわゆる逆ワンツーという技を繰り出せるキャラがいますが、その技は、大抵の場合、ワンツーと違って2発目が中段なので、ワンツーよりもさらに暴れとして、強力になります。自キャラのワンツー派生や逆ワンツー派生を調べてみましょう。防御手段としてもう一つ教えておきます。それが、パワークラッシュ。これは、相手の技を受け止めつつ攻撃するので、2D 格ゲーの昇竜拳のような無敵技に近いのですが、相手の攻撃を受け止める時間は8フレーム、経過しないと出ない上に足払いには無力です。実際にはジャブより2フレ早い暴れ技といったところでしょうか。これで武者になるほとんどのパーツが揃いました。ジャブ投げ、ショートアッパー、ジャブ派生暴れ、姿勢の低い長い下段と LK、パワクラでした。では、次は、キャラ選びの話に入ります。4. キャラ選びの要素。皆さんこんな検索をしたことはありませんか？鉄拳、初心者、キャラ、おすすめと。すると、多くの場合、好きなキャラを選べと出てくる。この答えは一体何でしょうか？それは、人からわざわざ言われることでしょうか？好きなキャラなんてないから検索しているはずなのに大変、絶望的な詩なんです。それは、考察をサボっているのであって、わざわざブログやなんかに書くことではないと思います。ただし、好きなキャラが、もしいるのなら、それが最も最高ですよ。その場合は、努力を努力と思わず、自然に強くなっていけるでしょう。しかし、好きなキャラがいないのに、好きなキャラを探せというのは無理、というか助言ではありませんね。検索するということは、好きなキャラはなく、キャラ選びの指針が欲しいはずです。私自身もリリは使いやすいからとか強いからという理由ではなく、まだ鉄拳をプレイする勇気がなかった頃に楽しそうだなと憧れて見ていたのがリリの対戦の様子だったので、その記憶からリリを選びました。それも結局キャラ選びの指針が誰からも示されなかったので、そんな適当な理由で選んだのです。まあしかしいくらアップデートされてもあまり強い位置に行くことがないので、結果これは苦労しました。皆さんにキャラ選びの指針を伝えるにあたって、私は全キャラを修羅までには引き上げました。いわゆる全キャラ修羅チャレンジを敢行したのです。その結果、はっきりと初心者向けとそうでないキャラがいることが分かりました。それは先ほど示した武者になるための要素がワンコマンドで出るかということです。例えばジャブ投げをジャブから 3WP でできるキャラとジャブから 66WP で出すキャラではとっさの成功率が全然違います。なぜかというと鉄拳は 2D に比べて先行入力がほとんど許されないゲームだからです。ジャブ投げで勝てるところを66入力のタイミングを間違って 6WP になって変な技が出て負けるなんてことはたまにあります。パワクラ、長い下段も同じ。初心者に向いているのはこれらの主力技がワンコまで出るキャラが初心者に向いているということになります。もちろん武者になること自体が最終ゴールではないので、その後の伸びしろも考えて今から始める人たちに向けておすすめのキャラを選んでみました。 5. おすすめキャラ。もう一度おすすめのキャラの持つ特性をおさらいしておきます。ワンコマ、両投げ、ワンコマパワクラ、ジャブ派生優秀、シャガステ下段が早く長い、でした。これに将来性まで考えると、ワンコマスカ各、ループ性のある、攻め、効果力が加わります。この追加要素は今は、意味がわからなくていいです。これにすべて当てはまるのが、リロイです。リロイは、ワンコマ系は当然標準装備な上、その真骨頂は構えを使ったループ性のある攻めと、ローリスクな、ワンコマスカ各にあります。これについては合拳になろう編ぐらいで説明しますが、鉄拳でスカ格を入門するならリロイで間違いありません。一応段位が進むとラダンの後半あたりから少し楽ではなくなってきます。と言っても弱いということではなく、むしろそれまでが
あまりに楽すぎるので、リロイのことを知っている相手と戦うのに、ギャップが結構きつく感じるぐらいのことですね。強すぎるので色々調整は入ったのですが、初心者に使いやすいだけでなく、最強候補と呼んで良いと思います。次に、おすすめできるキャラがカタリーナです。カタリーナはまさに初心者のために設計されたキャラで、なんと、獣団に上がるまではコンボを覚える必要がありません。また、前段で挙げた、ワンコマ系やジャブ発生、長い下段も、標準装備。さらに置き技も強く、コンボも、簡単に、効果力を叩き出せます。強いて弱点を言うなら、攻めのループ性が、やや弱く、ダウンを奪った後は仕切り直しになりがち。あとは、キャラ調整による不沈が激しいことぐらいでしょうか。操作が簡単で鉄拳の基本的な要素を短時間で理解できるという点においては、リロイ以上におすすめできるキャラです。また、このキャラは 2D から入ってきた人にもおすすめできます。その他のキャラで、おすすめするキャラ、しないキャラについては表にまとめました。後で、ブログにも貼っておきます。その中で、ザフィーナとリリについて触れておきましょう。ザフィーナは構えが多いのでクロートキャラと思われがちですが、実際には段位が上がるごとに強い技を少しずつ覚えていけばよく、横移動、バックステップの性能が最高峰で、立ちからもしゃがみからも強い下段が出せ、構えもまず最低限のことを知るだけで相手のガードを崩せるので簡単で強いです。ザフィーナの初心者講座については以前に友人と作ったものがありますので、そちらもリンクを貼っておきます。強いて言えば量、投げがワンコマでない、この点は非常に残念です。私の使用キャラリリはバックフリップやローズピケなど遠距離から触る技に優れています。また攻めのループ性にも優れているので、メインの戦場が近距離になるのですが、置き技が弱く、スカ角は難しい部類に入ります。また相手のガードを崩すのにやや勇気がいるので、初心者には積極的に進めるキャラではないかもしれません。ただ量、投げが優秀で、決めると置き攻めまでついてくるので、初心者で使う人もそこそこいるようです。修羅より上で使いこなすには、横移動の理解が欠かせません。今回の動画は以上です。各キャラの紹介は、皆さんの興味があるところかもしれませんね。いずれまた個別に紹介していきたいと思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。こちらは片付いた。